3日からは楽天 TV でも配信が開始され、すでに日本でもファンが続出。そこで SNS 上で見つけた新条例ファンの方々に物語の魅力を伺うと、まずは 1G 役ワンイーボーさんのファンだという女性。タレントさんの演技もすごく上手で、あとあの画面が綺麗で、カンフーのところなんかアクション的なものが他の国にはないかなと思いました。続いては原作のアニメをきっかけに陳情令にハマったこちらの女性。中国ドラマとか見たことないし、どんな感じなんだろうと思って、すごいそれが気になって、作品を見て一番その私が魅力的に感じたのが、こう泣いてるシーンがあるんですよね。泣き方も場面場面でこう全然違かったりして、こう見てる方もすごいつられて泣いてしまうみたいな感じが、はぁってときめいちゃって、じゃあ今後どうなるんだろうみたいな、もうすっごい心つかまれましたね。さらにおうち時間が長引いてどっぷりハマってしまったというこちらの女性。キャラクターたちの20年間ぐらいの年月をじっくり50話かけてやってるんですけど、20年間の中の感情のやり取りみたいなのがものすごい重厚にじっくり書かれてて、最初の頃意味わからなかったんですけど、見ていくとものすごい細かくやっぱりストーリーを練り込んであって、何回見ても新しい発見があるんですよ。5話ぐらいからだんだん意味が分かってくると止まらなくなっちゃって、結構一晩中見ちゃったりとかして、そういうなんか細やかさみたいなのが面白いなと思いますね。綺麗な映像と細やかな描写がファンの心を掴んでいるようです。さらに今回は中国台湾エンタメに詳しいフリーライターで中国語翻訳家の沢井メグさんに陳情令の魅力をお伺いしました。陳情令は2019年に中国で大ヒットし、様々な賞を総なめしたブロマンスファンタジーと呼ばれるドラマです。でブロマンスって何かっていうと、英語のブラザーとロマンスを掛け合わせた言葉でして、男性同士の非常に親密で強い絆を持つ友情を指す言葉です。原作は魔導素子という BL 小説。ドラマ化にあたり、このブロマンスファンタジーに昇華され、二人の所作や絡み合う視線など視聴者の想像が膨らむ余地を残す演出によって、特に女性の心を掴んでいるんだそう。またあのヒットの要因の一つとして、原作の美しい世界観を見事に映像化させたということも挙げられます。脚本が非常に丁寧であり、美しい衣装、古代中国を思わせるセットとか小道具、それらが原作の持つこう耽美的な世界観をより高めて視聴者の心に響いたというふうに思いますね。そしてもちろん物語を楽しむ上で忘れちゃいけないものが、陳情令の美しさっていうのはやっぱ一番言えるのはイケメンが多いってことですね。もうまさにイケメンの大渋滞、イケメンの大渋滞。主役の2人ともアイドルグループに属してます。やっぱりこうあまりにも美しくて、よく日本でいうところの 2.5 次元舞台みたいなものを思わせますね。さらにただこの陳情令、複雑な歴史設定など私たち日本人にはとっつきづらそうな印象もありますが、ちょっと難しいんじゃないかなって思われがちなんですけれど、この陳情令に関しては中国をベースにはしているけれども、こう架空の世界なので、中国っぽい異世界ファンタジーっていうような捉え方で、まっさらな状態で見ても全然楽しめると思います。というわけで今回は中国ドラマの魅力に迫りました。アジアドラマの世界にまた新しい沼を生み出しそうな予感がします。